ウィレム・アイント・ホーフェンは、オランダの生理学者、医師である。1895年に、世界初の実用的な心電図を発明し、1924年に、心電図のメカニズムの発見の功績により、ノーベル生理学、医学賞を受賞した。アイント・ホーフェンは、オランダ領東インドのジャワ島、スマランで生まれた。彼の父で医師のヤコブ・アイント・ホーフェムは、彼が、 子供の頃に亡くなった。母は子供を連れて1870年にオランダに戻り、ユトレヒトに今日構えた。父の祖先はユダヤ人とオランダ人で、母の祖先はオランダ人とスイス人だった。1885年にユトレヒト大学で医学の学位を取得した。1886年にライデン大学の教授に就任した。1902年に オランダ王立芸術科学アカデミーの会員になった。彼は、オランダのライデンで亡くなった。遺体は、ウフストヘイストのハーラム・マーストラトエグにある、改革派協会の墓地に埋葬されている。アイント方ンの発明以前から、心臓を鼓動させると電流が発生することが知られていたが、当時の器具では電極を直接心臓に取り付けなければ、その電流を正確に測定することができなかった。 1901年からアイント方ンは単線権流系によるプロトタイプを完成させた。この装置は強力な電磁石の間を通る非常に細い導線のフィラメントを使用していた。電流がフィラメントを通過するとき、電流によって生成された磁場は弦を動かす。弦に光を照射し、移動する因果紙のロールにその影を記録する。これにより、弦の動きを示す。 連続的な曲線を形成する。オリジナルの機械は強力な電磁石のために水冷を必要とし、それを操作するのに5人の作業員を必要とし、重量が約2 7 0ラムもあった。この装置は標準的な腱流系の感度を高めたものであり、肉や骨などの絶縁物を通して心臓の電気的活動を測定することができた。 初期の心電図装置後の技術的進歩により、より性能の良い小型の心電図装置が作られるようになったが、心電図に使用される用語の多くは、アイント方変に由来している。心電図の屈曲に彼が割り当てた PQRST という文字は今でも使われている。電極の設置位置を示すアイントーベンの三角形という用語は彼にちなんで名付けられた。 神殿図法の発明の功績により、1924年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。ありがとうございます。